皆さん、こんばんは。えー、緊急記者会見改めて始めたいと思います。今日の山形県もそうですが、残念としか言えない状況ではございます。まん延防止、おそらく延長が妥当でしょう。沖縄については延長が妥当です、やっぱり。解除するわけにはいきません。はい。やはり、東京由来の感染者が多すぎますし、地方からあちこち来て感染者が出てしまい、ファンの皆様にはもう、多大なご迷惑をおかけしたい,いと思います。それでは、 重要な話に今移りたいと思います。2月27日に予定されていた、えハグロダイオンチク冬のイベントは、新型コロナウイルス感染拡大サービスオミクロン株の影響も考えまして、最終的に抗議をした結果、中止を発表いたしました。ファンの皆様には大変申し訳ございませんでした。深くお詫び申し上げます。確かにイベントはやりたい気持ちはよーくわかってますが、やはり第一は、 命を守ることが確かに大事でございます。はい。やりたい気持ちはよくわかりますよ。何度でもわかります。やはり人の命は確かに大事でございます。このままでは医療壊滅の状態でもありますし、自宅療養が増える一方でございます。とても言葉にならないほど大きな大きな打撃を与えてしまいました。はい。ファンの皆様には本当に心ここからお詫び申し上げますとともに、はい。謝罪させていただきたいと思います。以上、緊急記者会見を終わります。